千葉県立千葉中学校高等学校は千葉県千葉市中央区桂木1丁目にある県立中学校高等学校。教学の併設混合型中高一貫校。通称は県立千葉県千葉千葉高千葉中。千葉県内の事情や国内の変遷に合わせて変化してきた学校である。自主的で教養を尊ぶ寄付があり、また生徒会がないのは 全国的に珍しく特徴的である。1878年8月に千葉県市半学校校内に千葉中学校と称して創立。以来、140年の歴史を誇り、歴史、進学実績、入試難易度などで県内主義を歩んできた。しかし、県立王国と言われた千葉も2002年に東京大学合格者数で初めて、 渋谷教育学園幕張に抜かれ、2008年に千葉中学校を併設。ただし学校側は、進学実績を上げるためでなく、より自由で活発な環境を整えるためとしている。旧正中学以来の自分から物事に自主的に取り組む気風がある。1969年には千葉高生1名を含む4名の高校生が千葉高図書館に立てこもり、 県警機動隊が投入される事件が発生した。生徒会は立てこもりの生徒と討論会で解決しようとしたが、そういった学校内部の努力に関かかわらず、県教育委員会により県警機動隊が投入され、生徒会はその意義が問われることとなった。生徒により投票で、生徒会は解散することとなり、現在に至って生徒会はない。 80年代後半から90年代半ばにかけて、年によっては、東大合格者数が公立で首位になるほどの実績を残していた。2000年代に入るとその半数ほどに止まっているが、現在に至るまで公立高校としては屈指の実績を持つ。高校入試は、公立高校の中では、全国的に見ても難関であり、首都圏では2010年代後半以降も、県立浦和高校、 さらに都立日比谷高校や都立西高校等と並ぶ難易度となっている。また、中学入試では倍率が10倍ほどに及び、全国の公立中高一貫校で最難関ともされている。東大、京大、医学部をはじめ、難関大学へ多くの合格者を出している。2006年度より普通教室に冷房設備が設置された。定時制は2007年度から、 募集停止となり、三部制定時制を設置している、県立聖浜高校に2008年統合された。高校受験にとらわれない、重厚な教養主義、真の学問の追求中学、互いに高め合う、系統化された一貫教育で豊かな人間力を、培う。伝統、実績、真の学びで、揺るぎない学力を育む高校民主的国家社会の、 優位な形成者として必要な資質を得るため、社会に対する広く深い理解と健全な批判力及び一般的教養を要請する。自主的精神に富み、かつ自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献する円満にして豊かな個性を確立する。平和と人類の福祉に寄与し、真理と正義を愛して、勤労と責任を重んずる。 実践力のラびに健康な体を育成する。中学高い知性、知的欲求に働きかけて普段に学び続ける、自主性を伸ばし、揺るぎない学力を基礎とした、幅広く深い教養を育成する。豊かな人間性、多くの人々と触れ合い共同して、互いに高め合う中で、他人の痛みのわかる、潤いに満ちた人間性を育成する。高い志、 我が国の伝統や文化に対する深い理解と実社会への共感をもとに社会貢献の志を育み自己を確立する基盤を育成する。授業では教科書よりも教員作成の独自プリントを多用する傾向があり、中高の授業ともに高度な内容となっている。中学習1時間実施。自ら学んで発表し、話し合うための力をつける。 通年でゼミを開講している。中1中二は16人単位でゼミを行い、千葉中アカデミアで発表する。中3になると卒業論文を作成し、2月に発表会が開かれる。また、プロジェクトでは、千葉高 OBOG などによる社会人講演会や職場体験が行われている。高校実力テストが高1で1回、高2高3で2回行われている。 2003年度より総合的な学習の時間を開始している。一人数人が自分でテーマを見つけ、2年間で個別に調査、研究をまとめる。3年9月最初の総合の時間に4つの分野に分かれて発表会が行われ、最も優れた作品に千葉高、ノーベル賞が与えられる。3年間の研究成果は、冊子、千葉高校、ノーベル賞論争にまとめられ、 全校生徒に配布される。また、インターンシップ、東京大学見学会、学部学科説明会なども行われている。高校中学教府大会創立100周年を記念して始められた行事、九十九里浜を歩く。当初は男子3 0トル女子2 0トルであったが、後に男女共に直線距離で約1 7トルに改められた。 2011年度は、東北地方太平洋沖地震の津波の影響により、安全が最優先だとして、よそへの遠足に変更された。2012年度以降は津波への危惧から、開催場所がわらに変更された。2015年度からは、恐怖大会を取りやめ、東京、神奈川方面への郊外学習を実施している。体育大会年3回あり、1学期は5月に、 球技大会、2学期は9月に体育大会、12月に球技大会がある。12月の球技大会は学年ごとに別日で開催され、3年生は参加しない。文化祭、通常9月開催であるが、2012年から2015年は、夏季休業中の校舎耐震補強工事のため、6月開催であった。2016年度より9月開催に戻っている。 総合学習発表会3年生のうち、ゼミ担当教員に推薦された者が発表を行う。各分野ごとの最優秀者には、千葉校、ノーベル賞が贈られる。基本として男子は、黒色の学生服。前を5個の交渉入り金ボタンで止める。男子の襟は、中、高ともに、爪襟とラウンドカラーとのどちらでもよく最近は、多くの生徒が、ラウンドカラーを着用している。 女子は明るい紺色のブレザーで中高ともに交渉バッジを装着し中学生は襟元にリボンも着用する。男子に交渉バッジはなく学生服の向かって左襟にローマ数字の学年賞、右襟にアルファベットまたは数字の組賞の大きな襟文字バッジをそれぞれ装着する。襟文字の色は中学が黒色の尻尾を、高校が金色。 中学では以前までこれに加え男女とも胸にプラスチック製の名札を装着していた。男女とも一部生徒はパーカーやトレーナー等を制服のもとに着用するなどのアレンジした着方で通学する者も,もいる。高校には指定のジャージはない。かつては白の横一本線が入った学帽が制帽として定められていたが製造業者の廃業により現在の規定にはない。 普通校舎のほか、校道、図書館、美術館、食堂、ビオトープなどの施設を有する。校道は、旧正中学時代の1927年に落成、図書館は木造建築である。中学校専用の体育館、校舎は2010年度に新築された。2014年には、新運動場が同窓会の寄付により竣工した。 高校中学文化部運動部、千葉県立千葉中学校、高等学校の人物一覧を参照注釈出展千葉県立千葉高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。